皆さんこんにちは。今回はお腹すいたなーってなった時に何を食べていいかわからないっていう人のために、私が卵サンドの作り方を伝授いたします。では本編どうぞ。卵サンド食いてー。マーガリンをスプーン1杯ちょっとぐらいかなぐらいをレンジに入れて温めよう。そんで溶かしていきます。で溶けたら片方のパンの方にドバーってやって、でこうやって塗りたくってください。で卵2個を割って、胡椒と塩と、そんで本だしをちょっとだけ入れます。で溶いてフライパンを熱します。油引いてね。で溶いたやつをピーってこれ超音って言うねんけど、この温度を測ってふわーってなってくるぐらいの強さがちょうどいいです。で今卵入れましたね。で手前からキュッてひっくり返していくねんけど、これ俺撮影の時左手で取りながら右手だけで料理してるからさ、ほんまに下手くそなよな。言い訳やねんけどね、ごめんな、なんか汚くて。で巻いてって手前に戻して、ほんで卵とバーって入れて、この下に流し込む作業、これ忘れんといてな。これ俺右手の肘でやってグッてやってんねんけど、みんなは左手でやってください。で完成で、こうラップにくるんでこうパンと一体化させるみたいな感じで。いただきます。はい、それでは最後に材料です。ケチャップとマヨネーズ混ぜたらマスターソースって言ってめっちゃ美味しいタレになるから、ぜひみんなも試してみてください。じゃあバイバイ。